天空のハーモニーポケットモンスターエメラルドを実況プレイ。皆さんこんにちは、ワラニです。今回も続きをやっていきたいと思います。前回は、ポケモンリーグの手前最優シティにやってきまして、チャンピオンロードに挑んでいる途中でしたね。入り口から割と付近、近いところでミツル君と再会し、勝負をしたところで、なんとか勝つことができました。パーティーは相変わらずこのメンバーで進んでいきたいかと思います。よっしゃ、じゃあ行きましょう。なるべくね、みんなのレベルを揃えたい。そしてシルバちゃんを進化させたい。この果てしなく険しい道こそまさにチャンピオンへの道なのよ。緊張するなぁ。このチャンピオンロードって長かったっけ。なんかいろんなシリーズによってさ、苦戦するところとそうでないチャンピオンロードとってあったような記憶があるんだよね。基本的にチャンピオンロード私あんまり得意じゃないので、すぐ道迷うから。あー、残るか。毒毒やめて。あ、そうで、ザクラにそろそろ恩返しを覚えてもらってもいいかなと思います。なんか言い方があれだね、恩返しを覚えてもらおうと思いますみたいな恩返せやこらみたいな感じで嫌なんですけど、技的にね多分結構強いと思うので、でザクロにちょっとそろそろ電光石火あたりを変えてもいいかなと思うんだけど、でも電光石火意外とさ、ここで欲しいのにって時があるから迷ってるんですよね。スバローが覚えていたっけ。スバロー覚えてるなら忘れさせちゃってもいいかなと思うんですが、覚えてないね。どうしようかな、迷う。ちょとりあえずザクロの毒をなんとかして、毒消しありますね。ちゃんと買っておいたんですよ。普段あんまり使わないから自分でプレイしてるときね、あんまり使わないんですよね。うわー、フラッシュ欲しいじゃん。連れてくるか。はい、戻ってまいりまして、フラッシュ要員としてタルトを連れてきました。タルトに、そして怪力と岩砕きを覚えてもらって、なんか洞窟で使いそうな秘伝技すべてを覚えられる子と思ったら、タルトがいてくれたので連れてきました。やっぱりな、怪力絶対怪力は使うと思ってたんだよ。ということで、シルバちゃんもう少しで進化かなとは思うんですが、ちょっとレベルを上げたい子もいっぱいいるので、ひとまずお留守番してもらってます。なので、シルバとタルトを入れ替えって感じでやっていきたいと思います。ラ太鼓結構削ってくれたな。そしたらせっかくなので、ハイパーボール、いけ、ハイパーボール捕まえるのだ。1回2回3回ゲット、よしよしよし、いいね。張手山仲間になりました。張手山突っ張りポケモン、2.3m 253.8kg、 おお、でっかい。すぐに力比べを挑む習性。線路に立ち下がり走ってくる列車を突っ張りで押しとどめたことがあるぞそれはなんだろう、力比べをただ単にしたかったのか、人命救助みたいなそういう感じなのか。状況によっては旗迷惑がすごい英雄的な子にもなりうるな。どうしよっかな、名前。しようと思ったんだけど字数が足りない。なんでやなんでやにします。あのなんだっけ、突っ張りポケモンってところから張り手とか突っ込みって考えたんですけど、なんでやねんが出てきちゃったので、なんでやねんにしたかったんですが、ちょっと入らないので、なんでやなんでやくんにしますあ、ボックスいっぱいだ。あ、よかった。ボックス変えてくるの忘れちゃってたんだよね。そんでは、進んでいきたいと思いますよ。お、
初めて野生のコドラが出てきましたね。うちのシルバちゃんと性別も年齢じゃないあのレベルも一緒ですねはい、一発で倒せましたが、みなもちゃんのねレベルが1上がりまして、うわ、やっぱりね岩砕きも使うようでしたが、すごいな、ちょっとしか進んでないのにもう岩の位置が戻されてる誰が直したんだろう。あー間違えた、冷凍ビームにしようと思ったのに。あのね、普通に喋りながら探索とかお見せしながら探索していきたいんだけど、あまりにもエンカウント率が高いし、あのゴールドスプレー使っても私たちのレベルが足りてないので、ちょっとね、あの申し訳ないんですがカット多めでお送りさせていただいてると思ってます。出てきたことありましたっけ。あれー、ごめん、ちょっと覚えてないから喋っていく。鋼タイプなので、よーし一発だね。ちょっとねザクロの HP が心もとない感じはありますが、やってくれましたよ。ユンゲラは多分防御が弱いと思うので、スパローのツバメ返しでバシッと決めてもらいましょう。さてどっちが素早いか。おお、スバローが早かった。一発じゃ無理か。でもね、未来予知ならばいけるでしょう。オッケー。さあ今のところ順調ですよ。お守り小判もねちゃんと活用しております。ちょっと どこに行けばいいのか分かんなくて結構ぐるぐるしてますアイテムとかもできれば回収していきたいんだけど、合ってんのかな、合ってるっていうかどこが進む道なんだろう、わかんない。ジムバッジをたくさん持ってるからって油断しないでよ、上には上がいるんだから。確かにおっしゃる通りで、もうすでに私たちここら辺のトレーナーさんからレベル負けてますからね、余裕で一番高い子ですら多分40、いやワオンがいるけどワオンの力には頼らないと決めているので、うん、いい感じ。とりあえずみんながレベル40になるまでは頑張って育てよう。相性的にエアカッターあたりが来ると怖いところではあるが、決めるね、いいねザクロ一発、よしよしよし、 OK、 レベル39、9コンか、9コンだったらみなもちゃんかな。なんか意外とねここのチャンピオンロード、なんかチャンピオンロードってさ岩タイプのポケモン出てくるイメージすごいあるんですよ私。なんか石つぶてとか、ゴローンとか。だからみなもちゃん戦闘で進んでてたんですけど、ゴルバットとかハリテヤマとかの方が出てくるのが多いのでね、みなもちゃんのレベルがスイスイ上がっていくと思ったらそうでもない。あ、波乗りだ、どうしよう。波乗りするならマイタケ戦闘かな。ただマイタケもギガドレインが PP5 しかないんだよな。もう仕方ない。あ、滝登りか、まあいいや。トレーナーさんがいるな、どうしよう、戦うか。技マシーン、サイコキネシスを見つけました。ようやくチャンピオンロードに入って1個目のアイテムになりますが、サイコキネシスって誰が覚えられる。ココロちゃん以外にいる。
嬉しいけど覚えられないな。まあいいか、強い技だし。ダブルバトルがやってきましたが、結構こちらも満身創痍っていうねなんで比較的体力が残っている2人に任せましょう。エリート中のエリートが集まるこの洞窟はどうかしら。結構きついです。てか野生のポケモンがきついです。ここまで来て緊張してお腹が痛いんです。プレッシャーに弱いタイプかな。わからんでもないが、みんなエリートトレーなんだよね。なんだよね、ここに出てくる人たち。うわ、ネンドール来た。いやだな、ネンドール。地震のイメージしかないからなギガトレインの、これはネンドール要因として、もうちょっとコロちゃんに行ってもらおうか。なんだっけ、シャドーボールでなんとかしてほしいなんかさ、私ネンドールのタイプを結構ね間違いやすくて、勝手にゴーストタイプが入ってると思いがちなんだよね。うわ、そうだった、サイコキネス使ってくるんだった。うわ、特性入れ替えたか。ちょっと待ってよ。そしたらもうスバローの方がいいのではないだろうか。で、心にネンドール。そう、なんか見た目がさ、ふわふわしてちょっと色も黒いし、黒い暗い色で浮いてるからエスパーゴーストみたいなイメージが勝手にあって、ちょっと待って、スバローやばいんじゃないか。あー、スバローすごい。それチャーレムにも効くよね。しかも心に当たらないあららら、仲間同士でやり合ってるのね。じゃあちょっとスバローは上から迎撃してもらって、ネンドールにシャドボで、よしよしよし、オッケーオッケー。もう地震が怖すぎ。マジでうちのパーティー地震弱めだからなあ、ランタンってなるとマイタケの方が良いのでは。電撃波多分吸収しちゃいそうな気がするんだよね。ってなるともう再起ねで、いや、スバローを回復させてあげるべきか、ここは先にね。ちょっとこのピコンピコンピコンが心苦しくてしゃあないので。うわ、ネンドール来たよ。うわ、10万ボルト、スバロー、ごめんなスバロー。どうしよう、水面にするかマイタケにするか。マイタケか、サイコキネスやられたらちょっと痛いんだけど。そしたらギガトレインをランタンにやって、シャドーボールをネンドールにやると、何かの奇跡でひるんだりしないかなね、心が何持ってたかな、なんかひるませるような道具を持ってれば奇跡的になんかひるましたりしてくれないかな。スキルスワップ、なんか必ずそれやってくるね。今なんだ、なんなんだ。え、ちょっと待って、ランタンが自信やった今。マジか、ランタンも使えるのか。ん、違うわ。え、何が起こったか分かんない今ランタンが地震やったんだよね。でスキルスワップしてるからマイタケには当たらなかったんだ。ラッキー、連携取れてないね、そっち高いって煽ってるとボコボコにやられそうなので、ちょっと警戒しながらやっていきたい。オッケー、これでギガドレイン。意外とね、マイタケの草技が弱くてですねなかなか減らない。スカイアッパーかな。で、サイコキネシス。サイコキネシスって特防下げましたっけ、下げなかったっけ。なんかシャドーボールが下げるんだっけ。なんかそこら辺がよく分かってない結構曖昧なんだよな。ポケモン好きだけどなかなか覚えられないんだよ、そういう技の効果まで。心
心のレベルが順調に上がっていく。全然動じてないわ。あ、痛い。大丈夫か。穴抜けの紐を使った方がいいんじゃないか。そんで今スバローがやられてしまっているので元気のかけらを使う。 OK、 進んでいくか。今どの辺なんだろう。結構きついな。ちょっと連戦に次ぐ連戦って感じ。そろそろへばってきたかな。そうね、この辺りに回復とかいてくれないかな。なんか最近のポケモンってさ、結構回復役の人をところどころに配置したりしてくれるじゃないですか。ありがたいよねマジで。ちょっと相性的に舞茸の方が不利なんで早く倒したい。うー、やかった来ちゃったか。くわー、ダメだ、ごめんな。どうしよう。ザクロの方が早ければブレイズキックを当てて倒していただきたい。 OK。ただね、今木炭持ってないんですが、それは関係なかった。いいね。闇闇か、めんどく。サイ相手ではある。ブレイズキックしか効かないよな。まあいいか。ちょっとエスパータイプの技をやってきたらだいぶ痛いところではあるんだけれども、ゴーストタイプとさ、なんだっけ、悪タイプで弱点が今のこの世代でないからめちゃくちゃ厄介だよね。最新のポケモンだと弱点あるのかな。フェアリーとか弱点なのかな。そこら辺の相性もちょっと分からなくなってきたな。ついていけてない。全然へばってないわ。以前でもないが、うちの子たちが頑張ってくれているおかげです。元気のかけらも挑む前に買わないとな。で野生のポケモンに対しては意外とスバローが一番いいんじゃないかと思うので、スバローを先頭でいきます。家族全員でポケモンの修行をしてたんだ。あ、この人さ、勝ち抜きさん一家の人じゃない？誰にも負けないぜ。家族でポケモンの修行してたっていうとこの人しか思い浮かばないのだが、エリートトレーナーなんだ。どうなんだろう。良平さんだって。どう取りよう。相性的にはちょっとな、あんまり。水面に任せる？冷凍ビームあるし。鳴上くんがいないのでね、ちょっと電気タイプでさせないのが痛いところではある。鳴上くんが単純に早いし強いのでね。待ってくれ待ってくれ。ドードリアの方が絶対早いよな。するか。すごい傷薬で回復する。やけども治したいけど戦闘の後でいいかな。 OK、 やけどが痛いが冷凍ビームで凍れ、凍ってしまえ、凍るか落ちちゃえ、落とす。強いな、みなもん、本当に。OK、レベルも40に上がってきました。ハイドロポンプ。うわ、夢があるね。雨乞い。めっちゃ迷う。毒毒をさ、覚えさせたいのよ、私。めっちゃ使いやすいしな。冷凍ビームも絶対消したくないし、自己再生もなんやかんやすごい重宝してるんで、ハイドロポンプとりあえず諦めます。はい、夢があるんだけどね。マルマインはどうする。舞茸、シルバーがいればな。
け頼むか。ちょっと相性があまりよろしくない。爆発されたらすごい嫌なんだけど、光の壁ってなんだっけ、特攻。まあ、舞茸は攻撃型なんで大丈夫です。で、安定の宿り木でちょいちょいちょこちょここちらを回復させていただきつつ、スパーク、まひらない、まひらないで、まひらないで、まひらないで、よーし。あ、でも特性って静電気でしたっけ、マルマインって。強い強い舞茸、オッケー、倒せたね。で、ユンゲラーか。ユンゲラーはスバロウに頼もう。未来予知とかやってきそう。だからその間にスバロウでズバジャーンとツバメ返しを入れていく。あ、やっぱりな。なんかもうパターンが読めてきたね、ユンゲラー扱いの。 OK、レベルも39に上がりました。どうしようかな、リーグ挑む前にどれくらいレベル上げようかな。みんなのスバローにしよう。迷うところだよね。でもここら辺のエリートトレーナーぐらいのレベルまでは上げてもいいんじゃないかなと思うんだよね。だから42、3とか。うわー、未来予知、スバロー、ごめんよ。よくもスバローをやったな。頑張れ、ザクロ決めるんだ。もうだから42、3ぐらいまでみんな上げたいな。できれば45まで上げたいけど、そこまで上げちゃうとなんかバランス的にどうなんだろう、わかんない。なんか四天王とかチャンピオンのレベル全く覚えてないからわかんないな。俺の家族より強い、そんなことってあるのか。ほら、絶対勝ち抜きさん一家だって。お兄ちゃん見つけたよ。なんでも直し、回復して、やけど帽子持ってたかな、持ってなさそう。何でも直しがあるからこれで直すか。はいっと、元気のかけら。お金だけは結構あるのでガンガン回復させましょうね。ここまで頑張ってくれてるし、うん、スバロー戦闘でいいや。チートが出てきた。捕まえましょう。ガムシャラでどれくらいなんだ、そんな感じか。確か鋼タイプなんで、あ、いい感じに削れてるよ。お、そしてスバロウの王者の印が効いてる。いい感じ、いい感じ。バトンタッチ効かないので今のうちに投げちゃいましょう。ハイパーボール、1回、2回、3回、ゲット、よーし、やったー、クチートを捕まえたぞ。 OK、で、絶賛私は迷い中でございます。出口がわからないクチート、アザムキポケモン、60センチ、11.5キロ、大顎は鋼の角が変形したもの。角なんだあれ。愛嬌たっぷりの仕草に油断した相手を大顎でガブリと噛みつく。角結構パクパク動くよねあれよし、じゃあ名前をつけていきましょう。今思い浮かんだやつでいいか、パッと。てポニテンにしよう。ポニーテールのポニテンで、ポニーテールのっていうわけではないけど角がねポニーテールっぽく見えるのでポニテンよろしく。オッケー。で、
絶賛迷い中の私はどこへ行けばよろしいので。ようやく先へ進めたかもしんないです。あー疲れた。だいぶ満身創痍でございますが、結構でもないか、まあちょこちょこレベルは上がっております。よーし、やっとなんか新しいとこ来れた気がする。ここまではなんとか来れたが、あと少しがとても遠いよ。本当にその通り。マジで回復してくれる人いないかな。確かこの世代っていなかった気がするんだよな。ノクターズ、みなもちゃん、冷凍ビーム一発で落とせないでしょうか。どうだろう、ノクターズそういえば初めてじゃないかな。サボネアの進化系です。ノクターズ見ればわかるかもしれませんが。ノクターズも育てたことないな私。あんまりね、草タイプで育ててきた子ってそんなに印象ないかも。御三家の子は育てたりはもちろんするんですけど、草タイプでも可愛い子も多いよね。基本的に私は水とか炎タイプの子、飛行タイプの子をパートナーに選ぶことが多いな。電気タイプとかね。ペリッパちょっと先に早く進みたいところでもあるので、だいぶさまよってたからな。ちょっとレベル関係なくんねー、変に時間稼ぎしないでおくれよ。電撃波で相性バッチリ、決めていきたいよ。時間稼ぎをするんじゃない。ちょっと今回の収録の私の都合により、ちょっとね、もうすぐ収録を終えなければいけないので、マジ本当にここまで迷うとは思ってなかった。正直チャンピオンロード舐めてた。いいか、このままちょっとザクロが満身創痍なんですが、ブレイズキックがね、猛火で強くなるので頑張ってもらう。ここまで来た人に何も言うことはない。行くわよ。チャンピオンロードとは何か、勝てたら教えてやろう。チャンピオンロードとは何だろう。チャンピオンロードと解きまして、なんとかとかけますみたいな、やりたいけどさ、語彙力がないために私はそれをできない。いやー、しかもなんかちょっとケッキングとかだいぶきついぞ。波乗りで瓦割りブレイズキックの方がいいかな。ブレイズキックでいくか。うーわ、マジか、なんてこった。ならばココロちゃんで先にサーナイト、どっちかにしていく、絞っていく。なかなか減らないよな。お、サーナイトとケッキングの毒性を入れ替えた。はあ、なるほど。だったらケッキングから落としていけばいいんじゃないの。味方同士で入れ替えることもあるんだね。特防が下がった、いいよいいよ。そっか、10万バルトいっぱい打つためにスキルスワップしたのか。うわー、麻痺ー、みなもー。いや、みなもは頑張ってくれている。怠けが出てるから、ひとまず欠勤を落としてしまい、 OK、 レベルが上がってきたよ、みんな。サマヨールってあれ初めて？うわ、スキルスアップしたな。そしたらミナモを入れ替えようか。おお、救助いいね。ミナモをスバローにしよう。で、
シャドウボールをサーナイトにやって、あ、先にサマーよりやった方が良かったかな。あ、いいね。よし、それなら全然 OK です。ここで落とせるのでは。 OKOKOK。あー、こっちも一体いるのか。ケッキング出たよ。なんなの、仲良しか。仲良しなのか。ガムシャラ、ガムシャラやろう。で、シャドウボールをやって、満身創痍でめちゃめちゃ役に立つのはガムシャラだな。ね、めちゃめちゃいいよこれ。タイプ相性関係ないし、いや、ゴーストタイプには効かないかな、さすがに。これいいね。あー、王者の印が効いてる。めっちゃいいぞ。で、サイコキネシス。うわぁ、そっか。あー、回復の薬。これでどこまで効くかな。サイキネで。おー、マジか。強い。うちの心ちゃんの精神力の強さよ。びっくりした、ありがとう。悔しいわ。うん、いいだろう。なんだ、あ、そうだ、謎かけがどうのこうのとか言って全くだったけど、なんだ、ここを無事に抜き切るってことがポケモンチャンピオンを目指すやつの最後の試練なんだ。あ、なるほどね。だからチャンピオンロードと呼ばれているのさ。あー、そうかそうか、ここでふるいにかけられてるっていうことね。わかったわかった。うん、いいわよ、あなたから先に行きなさいよ。ツンデレだー。あー、やっと出口だー。来ました、最優シティ。ここも最優シティの一部ではあるのか。これよりポケモンリーグ正面ゲートやってきま、あ、びっくりした、びっくりした。大丈夫だよね、ライバルとか来ないよね。ちょっと今来たら本当に負ける可能性がなきにしもあらず。よかった、着いた。っていうかここ誰もいないんだね。ひとまず回復をさせて終わりにしたいと思います。で、言ってた通りちょっとね、挑むパーティーの子たちのレベルを上げようかなと思います。で、毒々を取りに行き、アイテムを整え、次回いよいよポケモンリーグへ挑戦していきたいと思います。ちょっとレベルがな、本当にわからないんだけど、まあいいでしょ、負けたとしてもよ、もうここまで来たら頑張るしかないので、はい。私はここまで一緒に歩いてきた仲間たちと一緒に頑張ります。はい、では今回もご視聴ありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。それではまたね、バイバーイ。